大丈夫ですよ。しんのすけさん、ハートちゃん、ありがとうございます。中日おめでとうございます。いい笑顔でした。ありがとうございます。中日おめでとうございます。ありがとうございます。中日お疲れ様、ありがとうございます。ちょうど今 DM 見終わったとこでした。おお。全力でパフォーマンスしてて元気もらった、よかったです。今日 DM 見ます。はい、新人おめでとう、かっこかわいかったよ、ありがとうございます。最年少と最年長、最年長と最年少のバナナなんか違った。サッピーさん、ありがとうございます。初日おめでとう、ありがとうございます。キャンマチで入れなかったから次は絶対入る。富幸さん、だるまちゃん、ありがとうございます。青だるまちゃんです、ありがとうございます。バナナとジャパンの初勉強になったよ、よかった。ジャパン、コハタの成城祭に来ます。おー、ハッピーバースデーコハタンだ。オフィシャルツイッター見てよ、ありがとうございます。テラちゃん、花束ちゃん、花束ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。おはよう、おはようございます。バナナの発音が見どころ。昨日の公演入ってめちゃくちゃ良かった、ありがとうございます。バナナ良かったです、ありがとうございます。 QPH さん、バラちゃん、ありがとうございます。朝ごはんにバナナ食べた。おー、バナナ昨日目の前で見て感動した、ありがとうございます。バナナの発音とワカニアのワカナの発音ってね、バナナ、ワカナ、あ、確かにちょっと似てるかも。楽しそうに踊ってるの見れて勇気でした、やった。色変わった、色変わる、ほら。ちさちゃん、祝マーク、ありがとうございます。祝マーク、待ってました、みさきちゃん、待ってました、待ってました。一番緊張した曲は何ですか、なんだろう、でも隣のバナナとかはあれだった、あの二人しかいないから緊張しました。おはよう、おはようございます。みさっぴーさん、ありがとうございます。なんか最近ね、フーアがね、よくね、私のことミサッピって呼び始めた。なんかだんだんミサッピ、ミサッピって呼び始めました、なぜか。ゆうちゃん、ハートちゃん、ありがとうございます。こっちのパフォーマンス見れてよかったよ、笑顔が素敵でした、ありがとうございます。今
モピーさん、祝マークありがとうございます。ミサッピ、ミサッピです。おはよう、おはようございます。衣装かわいかった、ありがとうございます。あかりんさんが選んでくれました。お見送り初日メーターの新店だよ。あー、ありがとうございます。確かにいろんな方が超えて持っていってくれて嬉しかったです。あ、ちなみに今のみさんがね、ちょっと待って、どうなった、なんかすっきりした顔してる。本当終わったからかな。みさっぴ、みさっぴ、皆さん、みさきでお願いしますね。普段はみさきでお願いします。美咲コールしたい、うん、早く劇場行きたい、うん、はよう、グッドモーニング、グッドモーニング。職員さん、パパだって泣いちゃうよさん、かわいいマークありがとうございます。黒いよ、ちょっとボソボソだ。黒いです、光の加減かな。昨日は初日おめでとう、ありがとうございます。表情とってもよかった、ありがとうございます。くまちょさん、なおとちゃん、ありがとうございます。あと100投げだよ、くまちょさん、ありがとうございます。くまちょさん、ありがとうございます。熊町さん、あ、初見さん、おはようございます、おはようございます。チューズミーの表情、切ない感じが出てよかったです。おー、やった、ラッピーさん、ありがとうございます。さきちゃん、おはよう、お疲れ様、お疲れ様です。画面で進化かな、こうやってやる、やったやつ。おはよう、前髪もいけない、早前緊張でパニックにならない、そこまではならなかったです。あなた、アーカイブで見ようと思うんですが、
めっちゃのこだわりのパートはどこですか。どこだろう。でも隣のバナナは頑張ったよ全部頑張ったけど、なんかみゆと二人でセリフとかをいろいろ、まあ、みゆが大体考えてくれた、みゆが考えてくれたんだけどセリフ、そうなんです、みゆが考えてくれました。あれそう、なんかでもなんだろう、全部見てくださいなよ、絶対隣バナナかわいいやん。バナナの一緒に合いすぎ、かわいい、やった。ことちゃんも夕方応援して、ことさんありがとうございます。アンジュママの MC の話ちょっと感動した。アンジュママ多分るちゃんみゆが考えてくれました。名前知るときアンジュがアンジュさんがお母さんみたいで、いや本当に本当にアンジュママです。隅から隅まで全部見ます。あれ変顔しました。あれね、あの多分うんしてた、私もしてた。そのうちジオンさんと13歳バナナ同士、それも面白いね。なんかあの13歳同士でなんかやばいことないそう。半分超絶可愛いだからなんか私、あそっか、あそれじゃ半分以上ちゃう。そうじゃん、そうじゃん、今気づいた、それは今気づいた。やば、バじゃねえ、なんだっけ、全体で違うのがアイカとミユとフワだけってことか。スヒロさんグッドグッドマークありがとうございます。スヒロさん、スヒロさんってやっとこう。昨日超絶可愛いのね。いや、そうなんですね、そうなんですねそっかそっか、今気づいたんかい。そうです、今気づきました。いやびっくりびっくり、超絶可愛い。半分超絶可愛い発言びっくり、半分超絶可愛い、恐ろしい。2年目ホテル時代は超絶可愛いけどね、ずっと甘いって言ったアンジュさん見てる気がする。ワイが何か俺得すぎてニヤニヤしてもう可愛いしかないよね、可愛い。ワイが時々ワイっていうのにハマってる。新しいの表情やパフォーマンスも感動した。
21日連続あいちゃん前って言うより背高くなってるから、え、どうだったんだろう。でも多分まんまだと思う。まだどうだったの、どうでした、みんな見てる方とか。マイトマイティどちらだ。終わりです、私です。昨日は高かったんだろう。あ、くまちゃん、祝マーク。ありがとうございます。くまちゃさん、ありがとうございます。背中さ、不気味だ。意外に背高くてびっくり。みゆちゃんが背低いの、え、多分ね、私が高いんだと思う。うん、なんかね、あの練習練習してる時にさ、やばーってね、話しててで、ギュッてしゃがんでみゆが後ろに来るふりとかあるじゃん。あれ、あの私がもう高すぎてもうちょいしゃがんでとかなってちょっとあのやばいこと、やばいの後半なら比べられて、多分あれが一緒、アンコールが全員一緒です、ね、そう、アメリカの大統領の、そうそうそう、そこそこ、じゃあ見てみてください。めっちゃしゃがんでるはず、アメリカの大統領。奈良木せよ、背が高くて手足長い子が多い。いつも作ろうか、見ちゃうじゃない。ちょっと感動してるメイツで、そうなんですよ、こうやってやってました。あれってたきちゃん、おはようございます。おはようございます。奈良木せよで一番おちびちゃん、おもっちゃん、え、なんかね、それなんだけど、この前ね、もちもちとニャンニャンが背比べしとったんだよ。だから同じぐらいに見えたそう、超絶かわいいよ、ゆなくんが。実は超絶、確かにね、みんな結構他の七期がね、私とアンジュとマイティが大きくて、先輩方も高い大きい方が多いのでね、私はニューナくんがちっちゃく見える。もちもちニャンニャン、もちもちとニャンニャンです。どっちも名前で呼んでないっていうね。もちもち、もうずっともちもちって呼んでる。ニャンもち、小さめのマライオン。そうですよ、そうですよって可愛いね、ありがとうございます。もつおじもちにゃち、もちもちにゃんにゃん呼びは可愛いな。そうなんですよ、もちもちにゃんにゃんです。にゃんにゃんってユニャニャ、ユナナ、ユナナ、ジャッキーはかっこいい系と可愛い系などっちが、え、どっちなんだろう。僕はなんか
でもボリッコがあんま得ま、まあね、あの桃音先輩に教えてもらったんですが、まだあんまね、どちらかといえばね、苦手な本だがかっこいいけんかな。なくさん、みんなもちもちにやって、え、違う、全然みんな人によってなんて呼んでるか違う。私はもちもちにやにやって呼んでるけど、超絶かわいい。にゃんにゃんってわかにゃん、そうそうそう、たらきちゃん、フェイス系美女だね、ありがとうございます。おもちさすが、昨日大阪府出身って言ってたような、大阪、ほんと大阪府出身、手振っての、いや、かわいかったよ、ありがとうございます。ミルさん、プロデュースコン初日を見に行くね、ありがとうございます。リガ TV 感動した、リガ TV、 リガ TV さん、ぜひ皆さんもチェックしてください、超絶かわいいの。あのお礼公演の裏が出ています、アップされてますので、ぜひ皆さん見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。サトルさん、かわいいマークありがとうございます。リガティの妹に立候補したら、そうです、妹に立候補した、絶対可愛い。そうだ、リカ TV も見る。そうですよ、見るものがいっぱいですよ、皆さん。いっぱいいろんなものありますよ。おはよう、おはようございます。超絶可愛い。ピオラとは仲いいの、ユナってこと、ユナってことかな、ユナとめっちゃ仲いいですよ、よく話します。ピオラと何かわいいでしたね、ウムかわいいです、ウムかわいいです。おもちさん、黄色だるまちゃん、ありがとうございます、いっぱいありがとうございます。いや、100個、いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。グッドスプーンなら、ユナくんグッズめっちゃ大好き、おー、ミサキグッズはミサキさん、二重幅が違うんだよ、ほら、ちょっとこっちでさ、わかる、全然違う、画面を見てこの子可愛いなって言ったら、やった、ありがとうございます、お母さん、さきちゃんのキーホルダー出て嬉しすぎて声出たよ、イエーイ、みさきキーホルダー、皆さんもぜひグッドスプーンさん行ってみてください。はるちゃん、ハートちゃん、いっぱいありがとうございます。初見さんもいらっしゃる、ありがとうございます。あけふ PH さんも、ハートちゃん、ありがとうございます。グレーブルーツさん、かわいいマークありがとうございます。カルちゃん、ハート100個ありがとうございます。カルちゃん、ありがとうございます。ヤマトシさん、祝マークありがとうございます。キャビエチさん、ハートちゃん、ありがとうございます。すごい、皆さんありがとうございます。 FBH さん、ハートちゃん、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。すいません、NCT 楽しいです。
ぜひ三崎楽しんでってください。昨日も初日だけど、もうすぐ JK 初日や。え、違いますよ、 JK 初日ありません。次はまだ中2ですよ、私。次まだ中日、中日って、中2の日です。中2です、中2です。今バナナ食べてます。豆立っちゃうかな、ぜひ。中2です。まだ11、まだ11ですよ、まだ13歳です。2008年生まれです。中日さすがに。そうですね、まだ11です。次中2です。この前とかやもんね、ハテナがついてるよ。この前ではないかな、2008年前だから。バナナの時の舞台裏の発見方面白かった。うえーって言ってたもんな。 AKB が誕生した頃生まれたの。そんなもんかな、そんなもんかな。昨日は DMM で見させていただきました。ありがとうございます。2008? そうです。2008年でございます。13年前です。AKB さんより2歳おちびです。今13なんで。大体そこら辺で、多分 SKE さんぐらいかな。確か。なんかっぽくて中学生とは思えない。うふうふ。応援してます、ありがとうございます。バリバリオタ活してたわ。今の身長いくつ、今身長160、多分ね163くらいだと思う。だから正式に測ってないから分からんけど、だいたいそれぐらいです。おはようウルト、おはようウルト。昨日の公演最高だったよ、ありがとうございます。おはよう、ヨウちゃん、ハートちゃん、ありがとうございます。ヨウちゃん、ヤッホー、ありがとうございます。ヤッホーありがとうございます。ハートちゃん、おはよう、おはようございます。何時も前で抜いてる、どうだ、抜いてんのかな、どれぐらい伸びてるかあんま分かんないんだよね。何時も前で抜いたかな、どうなんだろう。アンジュとでも同じぐらいなんだと思うんだけど、分かんないんだよね。ちょっとまた測らんと。はじめまして、はじめまして、しんちゃんの旅が早いね。新人立ち会えて感激です。身長の伸びちゃんと分かった、また1センチ伸びてんじゃん、伸びてるかな、165やん、それじゃん、そんな伸びてないと思うんだよな。そんな伸びてないと思う。サッピーさん、ありがとうございます。なんかさ、この定型文さ、本当は英語で打ちたかったんだけど、なんかね、あれなんだよ、字数が多すぎて。ミサッピーさん、 MISHAPPIS
これなんかダメだったんだよね。ちょっとまたやってみようかな。来年の今頃不安が多いかな。それはやばいよ。それはないない。おはよう、初日おめでとうございます。ありがとうございます。あー、略語なんだろう。ちょっと待って、紙に書く。なんかあるかな。なんか提案がある。これが正式名称で、MH でもいいけど、これだってるよ。いい抜けてないです。これです。これにしとこうかな。あ、 MSPS どうしようかな。 MH チョン S どう思う。 MH チョン S だよ。あ、なんか S 欲しいんかな、やっぱ。MHS にしとこう。 MHS。 お前ちょっともう一回ミサッピーズだけただ多分売ってるんですよね。そうでしょ。ちょっとミサッピーだよーまでちょっとミサッピーズにしとこうかな。ちょっとまたちょっと考えておきます。はじめまして。目に力がありましてね、フォローしました。かわいい。いくつですか。13歳です。ありがとうございます。フォロー。13歳でございます。どうしようかな。ミサッピーズ頼んだ入れたいんだけど入んないんだよ。どうしよう。 MH チョン S がなんか何人かから来てる。 MSPS だよね。 MSPS。 ちょっとまた試案しておきます。どうしようかな。ちょっとさ、2つ結びしてる。2つ結び感出てね。
ちゃんのペンライト何色ですか？ピンクと黄色でございます。戻します。いや、シナモンくんの子で終わりだよ。シナモンくんの子、シナモンくんの子ではありません。シナモン君の子は私ではありません。私は英語の人です。英語の人です。英語の人です。おはようございます。初見さんありがとうございます。間違えたもん、言わんといて。初見さん情熱かわいい、ありがとうございます。もーちゃん、たこちゃん、ありがとうございます。たこちゃんありがとうございます。もーちゃん、たこちゃん、50分になったらあれします、書きます。ちょっとこの紙をまた用意して、How old are you? I'm 13.このペンさ、なんか黄色いのが出てる。なんだと思う？これ何も書けないんだけどさ、なんだろう、これ別にいじるわけでもないからさ、なんだろう、これ何だと思う？もう一つは普通のペンなのに、これなんか。なんだろう、ちょっと これで負け。次の回も楽しみに待ってます、ありがとうございます。なんだろうこれ、皆さんちょっと教えてください、知っている方。チェニコにボタンがあります。これ吸ったら熱で切る。あ、いや消えない、消えないです。iPad 用かな、どう iPad 用かな、 iPad 持たないんだよ。なんか不思議なやつです。これ友達からもらったペンです。え、じゃあこれシャーペンでも何でもないんだよ、こっちにないから。これはこの、これです。このこれとこれ。なんだっけ、あの色がつくやつ、あ
あ、そう、レーザーポインターだ。私ね、あの昔レーザーポインターにハマって、友達ん家に何百本あったらしくて、そう、もらいっぱい友達がくれた。それでよくねレーザーポインターで遊んでました。それでこれがそのうちの1本です。ゆうちゃん、ハトちゃん、ありがとうございます。そう、それでこれが見えるかな、これがレーザーポインター、これが光、待ってば消えそう。そしてこいつだけ何かが文字で分からん。これ何、何、こうやってここを変に指摘するの、なんだろうこれ。ペンの取っ手をしてみてよ。ペンの取っ手、取っ手、取って、これ押す。これペンタッチしてみたのよ、さっき。これ何もなんない。そう、何も反応しないからさ、私の携帯が変だから。なるよ、よくやった。これね、ちょっと待って、なんかね、ちょっとね、で電源がねバグってて、つくときとつかないの気があるのさっきはちゃんとついてたけど、今はつかなくなりました。でもね、電源変えてもね、変えてもこれでやるので、もうこのままです。大丈夫ね、あってね、またね、またいつかつくの。使わないしね、使わないからいいかと思って。ちょっとまたこの謎がちょっと解明頑張ります。なんだろうこれ、不思議、不思議です。レーザーポインターの方は、なんだろうこれ、調べてみよう。ビリビリペンの機能はない、ないです。それはいらないですね、いらないです。切れた、インクが切れました。こいつは、あー、ちょっとインク切れた。なんでさっきまで普通にしたのに急にピッて。お、ついた、あ、つきました。なんだこのペン、大丈夫か、頑張るよ。やばい、一瞬ね、これ今書いとった、ちょっと周りの部分を。そしたらさ、急にさ消えた、もう全部気まぐれやろ。また切れそう、でさ、この差だよね、これ1秒前に出て、これ今出てるやつ。
きました。えー、なんなんこいつ、ちょっとやばいよ。待って、最悪、間違えたし、単純にないかな。単純にない系、それともさ、本当に単純にこいつが気まぐれな、どういうことだ。なかなかないんだよこのペン。帰ってこ。キューピーチさん、バラちゃんありがとうございます。キューピーチさん、ハートちゃんありがとうございます。カルちゃん、花束ちゃんもありがとうございます。お、出ました。ちょっと新しいペン、どこ探しておくよ。でもね、私山根にペン持ってる。なんでよこいつ、今まで使えてたのに。やばい、50分になっちゃった。早く書かねば。ああ、書きたいのに書けない。早出て。でも書けるときはめっちゃ普通にインク出るからさ。インク切れなのかな。見ないよね、インク切れね。うわー、なんか電池が出てきちゃった。え、やらかした。最悪。こっちも出てるし。どこ？ちょっとどっか行った。ベンチ。まあいいや。なんで？早出て。あ、出た出た。もうインクが出るうちに書いとこう。インク切れなんだかな。インク切れな気がする。インク切れか、インク切れかって。先に書くね。やばいやばいやばい、消える。いや、また消えた。もうなんなんこいつ、なんせえじゃ。ちょっと待って、これね、やばい、消えんよ、かけん。なんで、なえるよ、なえるよ。出ました。インクよ、よし、何時間かけた。ちょっとここは失敗したから気にしないで。はい、書けました。無事に。
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1かな。はい、じゃあありがとうございます。あれ、コメント見たい、あれ証明かな。あ、多分これ今電池、こっちの電池今さっきでどっかに落としちゃった。まあいいでしょう、よくないけど。はい、はい、では皆さん今日配信を見てくれてありがとうございました。まだフォローしてないよって方ぜひフォローの方、ちょっと待ってね、危ね、忘れてもらった。いきまーす。13位の方、ゆうちゃんありがとうございます。12位の方、 FFF さんありがとうございます。11位の方、4008さんありがとうございます。10位の方、うん、10位の方、レタスさんありがとうございます。9位の方、みものさんありがとうございます。8位の方、かぼちゃのかずさんありがとうございます。7位の方、いっしーさんありがとうございます。6位の方、やまぴーさんありがとうございます。5位の方、かるちゃんありがとうございます。4位の方、ももきさんありがとうございます。3位の方、キフ PH さんありがとうございます。2位の方、すえひろさんありがとうございます。そして1位の方、くもちゃさんです。ありがとうございます。もう一回いきますね。もう一回します。はい、では皆さん今日配信を見てくれてありがとうございました。まだフォローしてないよとか、ぜひフォローの方よろしくお願いします。はい、そして名前の横にミサピーズってつけてくださると嬉しいです。正式名称は一応英語です。よろしくお願いします。はい、では皆さん今日本当に配信を見てくれてありがとうございました。またぜひ次の配信も見てください。よろしくお願いします。はい、では皆さん今日はありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。はい、はい、ではありがとうございました。バイバイ。